はい、どうも、えー、こんばんは、ダイキャノンです。えー、金曜日恒例の、えー、授業総チェックの時間なんですが、えー、ちょっと授業がですね、えー、私はもうですね、いろいろ範囲は終わってしまって、入試に出る範囲はね、今ちょっと復習を、ね、ちょっと今私の中学校の子たちが、やっぱりまあ、ね、1、2年生の頃にやった歴史とか地理をちょっと忘れているということが判明したので、 まあその復習を今しているところなので、えー、ちょっとこの授業総チェックもですね、えー、そういうですね、まあ高校入試対策で、えー、いろんな社会の、えー、いろんなところをね、復習していく、えー、動画をこれから、まあ最低でもちょっと今月は出していきたいなと思います。えー、ではまずですね、今日は歴史対策、時代の特徴総チェックです。はい。 えー、皆さん歴史はですねまあ覚えることがとんでもなく多いと思っている人が多いんじゃないかと思いますが、えー、まずですね歴史というのは流れを捉えるとまあ大体できますはいもちろん細かい知識全くなしじゃダメですよ細かい、えー、用語とかね人物名とかその知識全くなしでは無理なんですけどだいたいね流れをつかんでれば、えー、できる問題はたくさんあります まあ、もちろんすごくね、満点取ろうとしてるとかねあの、9割、8割取ろうとしてるっていうのはもっとね、あの緻密な勉強が突き詰めてもう細かいとこまで勉強する必要がありますけど、えーまあ、ある程度ね、えー、5割、6割目指せばいいなっていう人は、えー、流れをまずね、確認してください。そうするだけで、えー、正解できる問題がたくさん増えます。というわけで今日はですね、日本の歴史の、えー、いろんな時代を、えー、ちょっと私のこの書道でですね、 絵、えーまあ、なんかもちょっと書かせていただいて、えー、特徴を捉えてもらいたいなと思って、えー、時代総チェックもう縄文時代から、えー、平成まで全てありますので、えー、ちょっとそれをご覧くださいでは早速言いきましょうはいまず日本の最初は縄文時代と弥生時代です、えー、まずね、えー、日本は本当とここから始まったわけですよ縄文時代 縄目模様の縄文土器そしてこれ狩猟採集生活ですよもうねそして縦穴住居に住んでたんですそして貝塚っていうところにね、あのー、まあゴミを捨ててたんですよ食べた食べ物のゴミはほとんどですけど、まあ、そういう時代があってそこから成長して、えー、これ土器もですねこ,れこっちの方が丈夫なんですねつるつるした弥生土器の方がそして、えー、この狩猟採集から稲作に変わっていますみんなで。 あるところに住んで田んぼを作って稲作ができるようになった。そして住居も縦穴住居、まあ、もちろん住むのは縦穴住居が多かったみたいなんですけど、こういうなんか高床倉庫というのを作ることができるようになっています。まあ、要は建物的にも進化をしているということですね。そしてまあこう金属器、まあ長門でもやあのー、一部使ってたみたいなんですけど、まあ、弥生からかなりですねこの金属器というものが えー、主流になってくるようになりましたまあこういう,うに縄文から弥生に、えー、かなりですね進化をしているということですそしてはい、えー、次です古墳時代から飛鳥時代これもですねあのすごく大きく変わったまあここ弥生時代以降から日本はちょっとあの全く資料のない空白の100年というのを経てまあ、突然出てくるのは古墳時代ですね古墳時代はもうこの大君という人が非常に強い力を持っていて あ,のその人たちあと豪族ね豪族も現れて、まあ、そういう権力を持った人というのがすごくたくさんいたっていうのがね、あのー、誕生してしまいました、まあ、その人たちが前方後円墳というですね、めちゃめちゃでっかいお墓を作られてそこに眠らさね,ね、まあ、埋葬されるというところで、まあ、大きい豪族というですね、こういうなんか権力者が古墳時代には現れたっていうのが分かりました。ので、埴輪がね、つ置かれててたりとかして 出ました。そしてまずこ,こからはもうそういう権力者たちによってて日本が動かされていくんです、はい、そして飛鳥時代に入って、えー、まあ仏教がえー大陸からやってきてですねまあ、その影響をすごく受けていきますまあ、そんな中ですね権力者たちがいろんなものを作ろうとするんですねまずまあこれ聖徳太子、まあ、聖徳太子は本当はいないなんて言われてますけどまあそういう中心人物の人たちが簡易12回17条の憲法そして遣隋使を派遣してまあ中国の文化を取り入れてそして日本を発展させていったという。 まあ要は国としての制度みたいなものはここでできていったんですね。これ身分制度ですよ、下院12回って言の。17条の憲法っていうのはその役人が守る、えー、心得みたいな。そういうものなんですね。で、えー、豪族がめちゃくちゃね、この頃からまあ強くなっていったんですけど、えー、これ1回ですね、大化の改新で蘇我氏という豪族で、ね、めちゃめちゃ強かった豪族をやっつけて、そして天皇中心の政治になっていく。<laughs> そしてここで大法律令というのができ、これがまあ日本の,ねあの本当国の根幹になる、法律みたいなものですね、初めてのね。というのができて、やっぱりこの国になっていってますよね、古墳でまあ権力者が、大きみ豪族という権力者が現れて、そしてなんと飛鳥ではちゃんと身分制度みたいな感じでね、整えられていって、天皇中心の、天皇がナンバーワンというね、状態ができていきました。はい、そして次。 飛鳥時代の次は奈良時代に入っています奈良時代はまあこの聖、えー、武天皇がもう本当に象徴する人物ですね彼がもう大仏建てましたもうこれ大仏ですよ大仏がもう奈良時代の一番大事なことでこれもうだって奈良に大仏があるから奈良時代なんですよで今度は遣唐使で文化をどんどん発展させていもた、まあ、中国朝鮮からねどんどん日本は取り入れてたってことなんですねで、えー、平城京にもですねお寺がいっぱいで、えー、これはですね唐の都 長安ののの形を真似して作ったのがこの平城京だから本当にこの大陸の文化を取り入れて日本がどん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 発展していってまあ律令国家さっきねこの前のさっきのアスカで作った大宝律令を中心にどんどん発展していってそして大仏なんていうすごい巨大な建造物まで作ってしまったっていうねで文化がすごく発展して琵琶とかこのガラスのコップとかねそういうのが入ってきてたんですよ。 そして、えー、時代はさらにですね、あの平安時代へと進んでいます。これはですね、ちょっとここで仏教を重視しすぎた。で、仏教が政治に入ってきちゃったっていう反省があったので、なんと、平安教これ平常教とね、形はまあ、東安、東の長安を。 手本にしししての一緒なんですけど、えー、お寺を減らしました仏教はちょっとあのー、力を持ちすぎちゃったということでお寺を減らしてでお坊さんがすごい力を持ってたところから貴族ね貴族が力を持ち出しその中でも出てきたのが藤原氏藤原氏は自分の娘を天皇の妃にして生まれた子を天皇にしてそして摂関政治をやっていくそして、えーまあ、外国をちょっとねあの遣唐使もやめて あの日本で頑張ろうっていうことになったんですねそして国風文化が育ったりしましたこれやっぱりちょっと外国とですねまあ切れた時代まあ日ソ貿易とかしてるんですけどこの頃はもう完全に唐を手本にもう唐みたいになろうみたいな感じこっちは唐から少し離れて日本独自を目指していこうっていうそういう時代になったんですねでまあ特徴的なこととしてはこの時代の終わりの頃に武士が現れました一番は源氏と平氏ねもう本当に武士はもうこの後どっちかですからね そういういな武士が生まれまれした平安時代には、はい、そして、えー、時代は鎌倉時代に入っていきます、えー、さっきね平安時代の最後に現れた武士たちへ戦いがあって、えー、源氏と平氏が、えー、戦ってね源氏が勝ったと源氏が白旗、えー、平氏は赤旗ですよこれがあの今の紅白にも、えー、現れてますね源においてもが鎌倉幕府を開いてここから武士の時代、ね、さっこの前の平安時代の最後の方に現れた武士が、えー、時代をリードしていく そして、えー、鎌倉幕府はその後、北条氏の執権政治へと向かっていくんですね。まあ、源家は、まあ、なんか、早くやられちゃいました。で、鎌倉文化、まあ、すごく雄大なね、武士らしい文化が生まれたり、そして、初めてのこのね、外国が攻めてくる元寇っていうね、猛虎襲来とも言われますけど、そういうものを日本は経験をしました。そして、その後ですね、武士がもう武士に移っていくんですよ、武士から武士へ。ここから今度は、足利氏が室町幕府を開いて、室町時代に入ります。 で室町時代ではやっぱりポイントとして覚えておくのは義満と義政ねこの二人がやっぱりあの文化とかいろんな政治面でも本当に対照的な二人です義満の方はもう政治もうまくいってたしもう建物金閣も本当に雄大なね建物でそして文化もそういうのでまあ豪華な文化が多いんですね義政の方はというとうこの頃幕府はもうちょっと落ち目になってきてて義政は自分の後継ぎ問題で応仁の乱という,もう京都を焼け野原にする 戦いを起こしてしまって、ええー、もう幕府はもうザボロになっていくんですね。それは銀閣という建て,て、本当はこの銀でもないんですね。あの銀閣という建てるんですけど、もう本当にこの金閣と銀閣の差がこの義光と義政の時代の、えー、足利幕府の差を、ね、示している、そしてもう時は戦国時代へ向かっていってしまいます。はい、そしてですね、そんな戦国時代が、えー、統一され始めたのが安土桃山時代です。 えもう本当に象徴する人は信長と秀吉ね信長は天下布武を掲げそしてそれまでの人にはなか楽市楽座もうそれまでですねあのー、なんか既得権益というかなんかその なんかお金を漏せずして儲ける頑張ってないのにお金を儲ける人たちがたくさんいたんですよそういう人たちを信長は排除して、まあ、頑張ってる人が儲けられるっていうそういう制度を信長は作りました信長って実はすごいんですよねそういうのを考えてるんでで秀吉がまあその信長はちょっと明智光秀にね本能寺の変で撃たれてしまった後に、えー、それを引き継いで、えー、天下統一を果たしますそして太閤検地とか刀狩りこれすごく大事で太閤検地によって日本の土地が、えー、その時初めて調べられたんですよ だからもう中央の政府が日本の土地がどうなってるか把握したっていうのがすごくでかいことです。そして、刀流れによってこれ身分がはっきりしました。戦国時代はもう正直、農民なのか武士なのかよく分かんない感じだったんですけど、えー、なんと刀流れによってまあしっかりと武士と農民が分かれて、平農分離がね行われて、このあと江戸時代につながっていくんですよ。ももう秀吉がいなかったらね江戸幕府もね できてないんですよ、正直ね。江戸幕府の支配体制というのが作れてないと思います。でこの太閤建築、刀がいは後の時代につながるす,すごい大変なものだと。そして、えー、文化もですね、もうこんな、まあ、信長秀吉ってやっぱ派手じゃないですか。彼らを象徴するようなこの豪華な屏風とかね、あとはまあ茶道なんかこの頃、えー、まさかになりました。信長秀吉もよくやってたみたい。そして外国から、ね、ヨーロッパからいろんなものが入っていて、カステラとかコンペイトとか時計とかね。 そういうものが入っててきお、まあ、前も時代はいろんな新しいものができたり、えー、文化的にもですねまあそういうなんか、まあ、豪華な、えー、時代だったという、ね、やっぱりまあ成長戦国時代でもボロボロだったんですけどそんなところにですね信長や秀吉そして外国が来たことによって、まあ、いろんな新しい変化があったとはいそしてまあそれをまとめたのがこの徳川家康ね彼が江戸幕府を開きました そして、江戸はですね、まあ、どんな、えー、状態だったかというと、幕府と藩が、えー、日本を治めると。これは幕府はもちろん大あの藩を従えてるっていう形なんですけど、まあ、その自分の土地、自分の人民は藩が自由に治めていたので、もうこの幕府と藩の幕藩体制、こういう体制だったっていうね、日本がいろんなところに分かれただから今で言うと、ですねもうちょっとですね日本政府の力が弱い、各都道府県が自由にやれてるみたいな、そういう状態だったんですよ、当時は。 で、まあ、に江戸時代のの最大の特徴とししてては鎖国してたこれ日本をもう本当に囲ってもう外から船が入ってこれないみたいなもう本当に外国を遮断した、まあ、オランダ都市にだけはね、えー、攻撃はしてましたけれども、えーまあ、基本的には遮断というそういう、まあ、これはキリスト教をね、えー、広めないためっていうのが一番の理由でした、はい、そしてまあもう一個、まあえー、抑えてほしいるのはの三大改革ね江戸幕府がどんどん落ち目になってきた時に えー、三大改革吉宗の享保の改革定信の完成の改革水野の、えー、天保の改革というこういう三大改革が行われてまあなんとか江戸幕府は日本を立て直そうと頑張っていたっていうことなんですよねそして最後このね黒船がやってきてとうとう、えー、日本は江戸時代が終わってしまうとうそういうことになりますはいそしていよいよ 明治時代、えー、近代化はね、えー、日本の武士の時代が終わります。さっきはね、平安時代の終わり頃から武士の時代が来てたんですけれども、明治は本当にこの文明開化っていうのが起きて、日本が劇的に変わります。もう象徴的にはこのちょんまげから普通のざん切り頭になるという、ね、今の男の子の髪型になっていた。で、日本は富国強兵ね、まあ、こういう米からお金に税を変えて、富国強兵、強い国にならなきゃいけないということで、明治はめちゃくちゃ頑張った時代。 そして、大日本帝国憲法もできて、国会も初めて開かれて、そして初の選挙もできて、そして近代化していくと。まあ、日本がもう大きくガッと成長したね、えー、そういう時代なんですよ。まあ、本当に大きく変わった。もうこのこの政治家さんたちはですね、あのすごいですね、今までと全然違うことをドーンとやったわけですから、もうこれは本当にね、あの決断力とかそういうのがないと。もう日本が一気にガラッと変わったのが明治時代ですから。 で大正時代短いんですけど、えー、まあこういうね文化的なまあ民主主義とか大正デモクラシーが起きたりしてでメディアも発達してラジオとかねそういうのが始まったりして、えー、非常にまあなんか文化的にあと日本人の思想的に非常にえ発展した時代でしたもちろんあの明治から続く近代化というのもどんどん発展して、はい、そしてまあちなみにですね皆さんあの、はい「鬼滅の刃」の時代はこの大正時代です、はいね、大正こそこそ話がねあのアニメの の予告でありますよね。まあ、そういうやつですね。はい、では次に行きましょう。えー、最後はい、昭和平成になります。えー、これはもう皆さんにも本当に近い年代になってきたんじゃないかなと思いますが、えー、昭和というのはですね、もうこれ戦争の時代なんですよ。もう昭和日本はちょっと世界大戦を2つも経験して、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦なんですけど まあ結局その第二次世界大戦の,まあその太平洋戦争でアメリカに負けてしまってまあ日本はボロボロの状態の原爆を伝えたりしてねあのボロボロの状態になってしまいますでそこから復興していったのがこの昭和の時代になるんですよで昭和の時代はもう冷蔵庫テレビ洗濯機とかねドエアコンとかクーラーとかもどん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 まあ豊かになって日本がもうボロボロになってから復活したっていうそういう時代が昭和です まあ昭和の時代はね、本当に日本はいろんなことを経験して、まあ、最悪の状態もあったんですけど、まあ、どん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 成長して、経済成長して、まあ、すごく世界で第2位の経済大国になった時代もあるので、まあ、本当に浮き沈みの激しい時代でしたね、昭和は。 そしてついに現在に、えー、行きますね。現代。まあ、もう平,和平成は終わりましたけど、えー、まあ、令和まだね、2年ぐらいしか経ってないので、えー、平成の時代は情報化。もういろんなことがもう情報、もう世界中のことが一瞬で知ることができますよね。はい。そういうんで、そしてどこにでも行ける。世界中どこにでも行けるというグローバル化をしています。 はい、そして、えー、最後ね、まあ、少子高齢化という問題も今すごく抱えていて日本を、えー、支えてます本当この問題というのは本当に皆さんが将来対処していかなきゃいけない問題になりますそしてまあその後に令和になるという <laughs> えー、風になっております、はい、ではちょっと駆け足で、えー、やってしまいましたが、えー、どうだったでしょうか、えーまあ、この時代のね、えー、特徴 えー、これをやはり捉えて順番をとにかくしっかり捉えるっていうのが、えー、歴史の、まあ、高校入試で、えーまあ、ある程度ね点数を取っていくためには、えー、そういうところが必要になってきますので、えー、ぜひ皆さんこの時代ざっと見直してね、えー、大体の流れをつかんでおくと逆に、えー、細かい知識っていうのも覚えやすいです、えーまあ、ただね細かい知識を覚えてるだけだと本当に覚えるのが 辛くなってしまうと思いますが、えー、いろいろチェックしてね、えー、自分なりに覚えてみてくださいでは最後にですねもう一回ちょっと順番にめくっていきたいと思いますはい縄文と弥生古墳明日香奈良平安鎌倉室町安土桃山江戸明治大正 で昭和、平成、そして現在令和の令和まで進んでいますはいそれでは、えー、この動画でちょっとでも歴史の流れが分かったっていう人はいいね、まだチャンネル登録してない方はチャンネル登録よろしくお願いします、えー、今月はこういう風に高校入試で出,やす出るんじゃないかなと私が思う、えー、今までの復習を金曜日に配信していきたいと思います それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。社会科の中でも難しいと言われる世界地理。国名、気候、地形、そのすべてが受験生を惑わせる。次回、大キャノン先生の受験総チェック。世界全体を捉えよう。 心配な人は次回もチェック